はい、おはようございます。ラスカラでございます。今日はですね、久しぶりに後ろに見えてるお店、みんなね大好きなガシカメさんに来ております。いやーね、久々、めちゃめちゃ今日の撮影楽しみだったんだけど、まあね、僕の動画でも何度もお世話になっておりまして、ガシカメさんね、いろんな大食いの YouTuber の方や Twitter とかでもねかなり話題になっていたので、知ってる方も多いかと思うんですけれども、こちらのガシカメさんは中華料理なんですけれども、いろんなね創作的なめちゃめちゃ美味しい中華が味わえるお店でして、今回の撮影では店員さんにお任せで5、6品ぐらいお願いしますとお伝えしてありますので、早速ね中に入りまして、到着するまで少々待ちたいと思います。いやマジでね、かしかみさんめちゃめちゃ楽しみということで、ただいまね店内の方に入っておりまして、料理もねすでに到着しております。で、本日の撮影は一応ね昼営業のラストにお邪魔させていただきまして、他のお客様いらっしゃらないので、ちょっとはね喋るんだけど、やっぱねちょっとこの見た目を見てしまったらがっつりと食べたいので、喋りは少なめでガツガツとね行かせていただきたいと思います。とりあえずあったかいうちにねいただきます。とまずはこちらかな、ちょっと豚肉とニンニクの麺炒めかな。めちゃめちゃうまそう。いや、お米進むなこれ。ちょっとこれどんどん食べ進めないとお米がなくなりそう。続いてね、こちら見た目はね、麻婆豆腐っぽいんですけど、匂いがね、カレーなんですよね。うわ、うまそう、これ。ネギと。これやばいな。これね、チャーシューがゴロゴロ入ってるんですよ。これがね、ものすごいご飯に合う。またね、これいただいた付け合わせのスープもね、ものすごく大きいね。付け合わせのスープもしっかり出汁が効いてて、かつね生姜の風味もかなり効いてるんですよ。付け合わせなんだけどしっかりとね手が込んでて、こういうのもね本当に嬉しい。たらちょっと続いてこちらのメニュー、全然わからない。なんだろうこれ。
いただきます。あ、うまい。あ、優しい。うまっ。うん、うまい。うん、本当にね、かしかめさんのメニューどれもものすごい美味しくて、かしかめさんの特徴としてもちろんね、デフォルトで中華料理のメニューあるんですけれども、毎日ねちょこちょこ変わっていく黒板メニューっていう限定商品が載ったメニューもございまして、毎回来るとメニューが変わっていて、何回来てもね初めましてのメニューが絶対にあるのよ。こういうところもかしかめさんの魅力、これはね通いたくなるんだよね。うん、
そろそろね、この子行っちゃいましょう。こちらが中華ハンバーグでございます。卵行かせていただきます。よいしょ。うわうまそう。箸で持てないぐらいお肉は柔らかい。ハンバーグこんな感じでございますね。あー崩れた。そしたらこれね、最後に取っておきましたチャーシューパンというメニューでございます。見たことない、こんなのは。うまそう。いただきます。うまっ。うん、あーうまっ。
うん、